河合塾は、愛知県名古屋市を本拠とする日本の大手予備校、及び同予備校を運営する、学校法人、代々木ゼミナール、寸大予備学校と並ぶ三大予備校の一つである。キャッチコピーは、すべては、一人一人の生徒のために、塾君くんは、何時、自らを求めよ。96号館名古屋港名古屋、名駅地区の主力校舎だったが、2012年、 名古屋駅前に新築移転した、代々木ゼミナール、寸大予備学校と並ぶ、三大予備校の一つに数えられる、学校施設の工場やテキスト及び、模試の編集、文系の指導などに力を入れていたこともあり、机の可わい、テキストの可わい、模試の可わい、文系の可わいという異名を持つ、可わいサテライト講座という名称で、大手予備校の中で、いち早く衛星放送事業を開始した。 講義はスタジオで収録し、その長所を生かして CG や実験映像などをふんだんに用いて視覚的に解説することを可能にした点が特徴。全国の河合塾校舎のみならず、定型塾や個人塾、高等学校に配信されている。大手3予備校の中では他校に先駆けて1980年代から現役成獣子路線が見られ、現役小学生、中学生、 高校生向けのグリーンコース、中高一貫交渉向けの東大現役進学塾、プロマイナスにも力を入れている。愛知県の私立中学受験に関しては経営分離し、日農県との合弁会社、日農県東海がになっていくこととなった。模擬試験、編集全国統一模擬試験を主催しており、受験者の規模は年間のべ300万人近くである。これは、 大ゼミ、寸大、ベネッセ等の模試だけでなく、TOEIC、英検を上回り、国内の各種試験の中で最大の規模を誇る、センター試験合否判定システム、編集センター試験の自己採点結果を収集、分析し、合格可能性を判定する、サービス、センターリサーチを行っている、出版事業、編集受験関連書籍を出版、販売することを目的とし、 河合出版株式会社を設立した、主事の参考書及び問題集、入試過去問題などを扱う、試験業務の受託、編集大学入試センター試験や、大学入試問題の問題点を、経営陣が指摘し、2003年、各種試験問題の作成及び、試験業務全般を受託する株式会社、全国試験運営センターを設立した、当初は河合塾と、 人材派遣業のパソナの出資で設立し、その後日本電子計算株式会社が出資した。河合塾の全東模試も全国試験運営センターやグループ会社のハピラルテストソリューションズが問題作成、試験会場運営、採点業務まで行っている。なお現在は大学試験や河合塾の全東模試のすべてだけでなく国家試験や検定、入社試験の問題作成、 試験の実施の運営、試験実施採点のアウトソーシング等も言っている、英語検定試験実施運営への参入、編集ケンブリッジ大学英語検定機構と学校法人河合塾は2018年7月13日、一般財団法人日本ケンブリッジ英語検定機構を共同で設立した、2021年度入試から始まる大学入学共通テストの 大学入試英語成績提供システムで活用されるケンブリッジ英語検定の日本国内における主催ケンブリッジ英語検定を日本国内で普及させるための広報営業活動を担っている参加に全国進学情報センターを持ち模擬試験などで各地の予備校とネットワークを結んでいる河合塾グループである 河合塾分離は2006年度から河合塾仙台校と名称を改めたが、法人の独立性は保たれており、基本的にはこれまでの河合塾分離とほとんど変わりない。2005年度から学校法人札幌予備学院の経営に参画し、同学院は河合塾札幌校と改称された。さらに2006年度には札幌予備学院を九州合併し、札幌校は 完全に河合塾直営の地方校舎となった。2008年度から株式会社 SEG と提携し、本教校、麹町校に新たに設置された、老人生用の東大プレミアムコース、一新プレミアムコースの数学は、セグの数学講師がテキスト、授業ともに担当している。河合塾本体を運営する学校法人河合塾以外に、 専門学校トライデントなどの専門学校経営を担う学校法人河合塾学園がある。この他にも河合塾現役館を運営する株式会社河合塾進学研究者などの関連会社も多数存在する。専門学校や社会人向けの資格講座、文化研究など予備校以外の教育、文化事業に早くから進出した専門学校事業においては 1976年に名古屋外国語専門学校を開設したのを皮切りに本部のある名古屋地区で積極的な展開を行ってきたが2003年には主に関西で派手な宣伝を繰り広げ知名度の高かったコンピュータ日本学院専門学校の経営を学校法人日本情報学園により承継し関西地区にも展開を図っているまたかつてはトライデントカレッジの名称で 広島地区でも専門学校事業を展開していた。河合塾論内、編集河合塾は、OBOG のために、河合塾、論内といった同窓会組織が設けられている。なお、かつては河合塾、OBOG しか入会できなかったが、近年では非 OBOG でも入会できるようになっている。論内は SNS サイトとなっており、SNS を通じて、 OBOG 同士の交流が行われたり、模試監督など、可愛塾グループのアルバイトや、大学生会員のための就職活動イベントなどが募集されている。また、会員にはアンケートが配信され、アンケートに回答すると、ポイントが付与され、1ポイント1円単位で換金できる。近年では、論内の活性化のために、学生会員からアルバイトを募り、学生運営部署、 論内ユースコミッティが設立され、関東、東海、関西3地区に分かれて、学生目線での就活イベントや、製品開発企画、自己啓発イベントなどが行われている。テレビ放送による資料提供、編集、全国速報、大学入試センター試験ボーダー特典、編集開始時期不明2004年まで、大学センター試験終了直後の木曜日深夜、 深夜に東海テレビを制作局として、河合塾の講師らが各科目の配当祭典と各大学の合格点を引き出すボーダーラインを紹介する2時間近くのワイド番組。関東の富士テレビや関西テレビなどでは編成の都合上自差喪失で放送されていた。富士テレビ系列局のない地域では、系列外の壺で自差ネットしていた。2005年以降番組は放送されていない。 愛知県公立高校入試回答速報編集本拠のある愛知県で3月に実施される公立高校一般入試の当日夕方に名古屋テレビ放送で生放送される回答速報番組に2004年度放送分まで回答等の資料提供を行っていた2012年現在の番組は同局では放映されていない東予備校では高卒生コースを大学受験化 現役生コースを高校グリーンコースと呼んでいる。専修学校及び各種学校は学校法人河合塾が運営。なお、かつて仙台市、金沢市、静岡市、岡山市に置かれていた事務所は移転統合などで廃止された。専修学校、編集札幌校新宿校名駅キャンパス名駅校、北九州校専修学校認可を受けている校舎に、 ついては、先週学校かわ塾校が正式名となる。札幌高校、麹町校、新宿校、池袋校、横浜校、立川校、町田校、大宮校、津田沼校、柏校、水戸校、浜松校、福岡校、北九州校各種学校、編集本拠地となる。愛知県の校舎などは、各種学校となっている。本教校畜佐キャンパス畜佐校、名駅キャンパス。 美術研究所名古屋港、豊橋港、岐阜港大阪港、大阪港維新館、上本町港、京都校、天王寺校、神戸三宮校広島校、福山校河井塾進学研究者運営校、編集夏季参考は、株式会社河井塾進学研究者が運営。なお、先週、各種学校とは異なり、校ではなく、館となっている。また、秋葉原館を除き、 現役館からの解明となっている、秋葉原館あざみの館、藤沢館、株式会社河合塾進学研究者が運営、校舎により、現役館、現役生教室と、名称が異なる。現役館、編集自由が丘現役館、吉祥寺現役館、調布現役館、金沢文庫現役館、南浦和現役館、川越現役館、厚木現役館、千葉現役館、 松戸現役館、四日市現役館、津現役館、刈谷現役館、岡崎現役館、豊田現役館、星川岡現役館現役生教室、編集根屋川、豊中、堺東、岸和田、甲子園、三田、西大寺、八木久留め、折尾、熊本お笑いコンビチュートリアルの二人は、高校、浪人時代に、河合塾に通っており、 コンビ名も河合塾のチュートリアルシステムから命名している。名古屋市が2011年に募集した歩道橋のネーミングライツに応募、本部につながる歩道橋の名前を河合塾畜サビクトリーブリッジとした。歩道橋自体はネーミングライツ設定以前の1987年に竣工し、当時から河合塾ビクトリーブリッジと呼ばれ、建築費用も河合塾が負担しに寄付した形に、 なっている。2003年2月12日、河井塾は、同塾元部長が、同塾主催の模擬試験を受けた、受験生の個人データを、群馬県内の他の予備校2校に不正に提供していた、ことを発表した。元部長は2001年及び2002年に実施された、全党センター試験プレテストの受験生の個人データを、不正に提供していた。2001年には3002名分を、 県内の多予備校へ2002年には4379名分を別の予備校へそれぞれ提供していたとされる2007年12月7日、河合塾福岡高校内で大麻を売買していたとして福岡県警西警察署は同塾に通っていた当時18歳の塾生や他の専門学校生ら計5人を逮捕同塾に通っていた当時18歳の塾生と 九州大学一年生の計二人を書類送検した。この事件に関し、河井塾福岡校は、全くの初耳で驚いている。校舎内で大麻が売買されていたとすれば、あってはならないことで、事実確認を急ぎたい。とコメントした。その後、河井塾は、報道内容が事実であれば、教育機関としてはあってはならないことと認識し、改めて塾生の安全と安心について、 最優先課題と捉え、校舎の巡回、受験生のストレスに対するカウンセリングの導入、薬物使用が立派な犯罪であることの啓蒙活動など、対策を講ずるとのコメントを発表した。2013年8月、東京、町田高と神奈川横浜港で勤務していた講師が、労働契約法改正のポイントというリーフレットを、職員に配布したことにより、不当に、 雇い止めされたとして、愛知県労働委員会に労働葬儀を申し立てている。この講師は、配布行為の2週間後に、無許可で不特定多数にビラを配布したとして、書面で厳重注意を受けた。さらに、同年11月22日付で、翌年度の業務委託契約を締結しない旨が、書面通知された。ありがとうございます。